日本ハム清宮幸太郎さんメジャー調整へ。米国での自主トレから帰国した日本ハム清宮幸太郎内野手24が18日 MLB 挑戦への意欲を改めて明かした。米ワシントン州シアトル郊外の最新トレーニング施設ドライブラインやマリナーズの本拠地である T モバイルパークスターバックス1号店などを訪問。早実行時代からメジャー志向を公言してきた清宮は、街のど真ん中にあんな球場があるのは魅力的、かっこいい、ここでやりたいなと思いましたねと振り返った。マンハムなら他球団よりは手軽に送り出してくれるんじゃね。都合だって通算 OPS9 超えてるのにあのざまなんですが、それは。ちな清宮は学生時代から英会話クラブに所属しメジャー入りに向けて英会話の練習をしてきた模様。なんとなく引退するまでハム一筋だと思う。そもそも入団の時から日ハム踏み台にしてメジャー行くみたいなこと言っとらんかったか。まさか高校通算111本の7球団競合がこれで育成成功とか十分とか言われるとはな。まず日本で OPS1 超えてからいいよね。まるで WBC で活躍したかのような感じやね。まあでも自分がやりたい舞台でやった方がモチベーション上がって覚醒する可能性もあるやろ。メジャー行ったら何億も年俸アップするんやろ。みんなメジャー行きたいやろ。日ハムの選手ってアメリカの空気吸いたいやつ多すぎだろ。投手ならまだしも野手では成功のハードル高いのに。清宮ってプロ入り当初は絶対に1年目からバリバリ活躍して、大谷みたいに5年ぐらいでメジャーに行く青写真描いてたと思う。打撃よりも守備が無理やろ。あっちのサードのリストと肩の強さ異次元やで。多分清宮も国内 FA 前年にはポスしてくれるんちゃう。NPB で成功した以上、次は MLB と考えてもそれは不自然ではないやん。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。